秋の風物詩。今年も終わりに近づき、どこか哀愁を感じさせる季節、秋。照りつける日差しは和らぎ、外の空気は少し冷たさを感じ、周りの木々は赤く色づき始めます。皆さんは秋といえば何を思い浮かべますか？読書の秋、食欲の秋、運動の秋がありますよね。阪神ファンにとって秋といえば失速の秋です。阪神は2005年以降15年間優勝がありませんが、何度か優勝争いに食い込んでいます。しかしそれらのシーズンはいずれも勝負の終盤に失速し、優勝を逃しているんです。この毎度毎度の失速劇にファンからは秋の風物詩と皮肉混じりに呼ばれています。そして今年は16年ぶりの悲願を目指し、現在巨人、ヤクルトと熾烈な優勝争いを繰り広げています。しかし阪神ファンはこんな心配が頭をよぎるんです。失速せえへんから。そこで一つの疑問が生じました。阪神はこれまでどれだけ失速していたのか。というわけで今回の動画は阪神の勝負弱すぎる歴史について紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。失速シーズン紹介。阪神は2005年、勝負の9月、10月に19勝6敗と大きく勝ち越し、リーグ優勝を達成。翌年2006年も9月、10月に22勝6敗と驚異的なペースで白星を重ね、優勝した中日をあと一歩のところまで追い詰めました。このようにこの時の阪神は後半に強いチームだったんです。しかし2007年から雲行きが怪しくなり、2008年には今も語り継がれる伝説 V ヤ年が完成。以降は優勝を狙えるシーズンは必ず勝負の終盤に失速し続けてきたんです。そこで今回は2005年以降優勝を狙える位置にいながら終盤に失速したこちらのシーズンを振り返っていきます。ただ2008年、2010年についてはこれらの動画で解説してますので、今回は飛ばします。では見ていきましょう。2007年、前年オフにエース井川投手がポスティングを行使してメジャーに。さらに開幕前には前年2桁勝利の福原投手、安藤投手が開幕から長期離脱した影響で先発陣の駒不足に苦しみ、前半戦は苦しい戦いが続きました。そこで岡田監督は当時最強を誇った勝利の方程式 JFK をフル回転させる采配を断行、イニングまたぎも辞さない構えで積極的に投入していきました。すると徐々に投打が噛み合い始め、7月にはシーズン初の月間勝ち越しを決めると、8月には借金を返済し3位に浮上、8月30日からは怒涛の10連勝をマークし、一気に首位に浮上しました。しかしこの連勝期間、 JFK は連投に次ぐ連投で疲労はピークに。特に守護神藤川投手はこの10連勝中全試合に登板していました。そしてその後の試合では JFK が痛打される場面が目立ち、残り13試合となった9月19日からはまさかの8連敗を記録、一気に優勝争いから脱落しシーズン終了となりました。2011年、コート地から導入された統一球、いわゆる下等球によって前年大爆発したダイナマイト打線の面々の成績が軒並み低下。さらに正捕手城島捕手はオフに手術した膝の状態が思わしくなく、その影響で打撃不振に陥り前半途中で離脱。その後再び手術を受けシーズンを終えました。打線の沈黙、絶対的正捕手の不在によって阪神は序盤から苦戦を強いられ、7月15日には首位ヤクルトと 9.5 ゲーム差開いていました。しかしその後は苦しみながらもなんとか勝ち星が先行。さらにヤクルトが急失速した影響により8月終了時点で首位と 2.5 ゲーム差まで接近、優勝を狙える位置につけました。そして残り38試合となった9月9日からの首位ヤクルト3連戦、このカードで一気に差を縮めたいところでしたが、まさかの3立てを食らってしまい、さらに続く2位中日との3連戦でも負け越し自力優勝が消滅。この時首位とは9ゲーム差まで開き、優勝争いから脱落してしまいました。結局最終順位は4位に終わり、この年限りで前見監督が退任、新監督には和田豊打撃コーチが昇格しました。和田政権、和田豊監督は11年オフに監督に就任。監督就任会見ではほんのちょっとのスパイスを加えれば優勝争いができると頼もしい発言が飛び出し、阪神ファンを期待させました。また4月には和田監督自身が筆を取り、阪神の具体的な再建プランを書き下ろした著書猛虎復活を出版、生え抜きのスター選手を育てる方法、1点を取り守り抜く野球をするための秘策など、和田監督が考える猛虎再建への思いと戦略が詰まった一冊となっています。ちなみに Amazon での評価は3、中には満点評価のレビューをしている方もいらっしゃいました。気になる方は概要欄からどうぞ。しかし12年シーズンに入るとその熱い思いとは裏腹にチームは序盤から低迷、まさかの借金20で5位という結果に終わりました。猛虎再建どころか暗黒時代に匹敵する低迷劇に阪神ファンからは、はよスパイスかけろや、
これはスパイシーですわといった怒りの声が上がりました。そして翌年13年はメジャー帰りの西岡、福留両選手などを補強し2位となりましたが、中盤から巨人の独走を許し優勝争いができませんでした。2014年、13年オフ、阪神フロントは大博打補強に打って出ます。この時の阪神は右の長距離砲、9回を任せられる抑え投手を補強ポイントにしていました。そこで阪神中村 GM は外国人枠を開けるために、この年先発ローテの一角としてリーグ3位の防御率をマークしていたジェイソン・スタンリッチを自由契約にし、新たに4番候補の新外国人マウロ・ゴメス、 KBO サムスンの守護神をスンファンを獲得しました。ただ2人とも新外国人であり活躍するかは不透明で、スタンリッチを切ってまで獲得する必要があったのかと OB ファンからは疑問の声が上がりました。もし2人が活躍せず失敗に終わったら一気に中村 GM の首が飛ぶ危険な補強でしたが、いざシーズンに入ると4番に入ったゴメスは打点王、守護神のオースンファンはセーブ王に輝く大車輪の活躍を見せ、2人の補強は見事大成功を収めることになります。阪神はその新助と2人の活躍もあり、8月が終わった時点で首位巨人と 2.5 ゲーム差の3位につけていました。しかし9月に入ると勝ちきれない試合が続き、9月9日迎えた首位巨人との3連戦では痛恨の3連敗を喫してしまい、優勝争いから脱落してしまいました。しかしそのカード以降はチーム状態が徐々に回復、最終戦までの17試合を11勝6敗と大きく勝ち越し、2位でシーズン終了となりました。そしてこの復調が後にあるドラマを生むんです。2014年、クライマックスシリーズ、阪神は広島とのファーストステージを1勝1分けで突破、勢いそのままに東京ドームに乗り込み、ファイナルステージを戦うと優勝した巨人相手にまさかの4連勝を記録、見事9年ぶりの日本シリーズ進出を決めたんです。 CS を勝ち抜き、チームを日本シリーズに導いた和田監督はメディア、ファンから大絶賛され、特にサンスポの記事ではその独特な書き出しがネットで話題となりました。同便となった修学旅行生が空港ロビーに焚かれた無数のストロボに目を丸くする。え、誰誰、今度は口が開く。光の中から現れたのは短期決戦の鬼、和田豊。巨人を完膚なきまでに叩きのめした名将だ。 CS 優勝を果たした前夜は東京都内の宿舎で軽い祝勝会を選手、球団幹部、スタッフらと開いた後、自室で一人酒、愛する日本酒と喜びに酔った。おそらく深酒ではない。一夜明けた顔でわかる。もう次のステージを見据えたファイターの目になっていた。25日からは9年ぶりに日本シリーズの舞台へと上がる。ソフトバンクか日本ハムか、対戦球団は20日に決まる。ただ鷹でもハムでも CS を無敗で制した猛虎の牙にむしゃむしゃと食いちぎられるだけのこと。しかしその後の日本シリーズではソフトバンクに格の違いを見せつけられ、1勝4敗とあっけなく敗戦しました。2015年、この年の阪神は投打ともに低調で、序盤から苦しい戦いが続き、5月終了時点で首位 DeNA とは5ゲーム差離されていました。しかし交流戦に入るとセリーグで唯一勝ち越しを決め、6月24日とうとう単独首位に浮上。その後は日替わりで首位のチームが入れ替わりました。この年のセリーグは世界の終わり、世界恐慌と言われる混戦で、後半戦が始まった直後の7月21日時点で首位巨人と6位中日とはわずか 3.5 ゲーム差しかありませんでした。しかしその後は徐々に巨人、阪神、ヤクルトの3チームが抜け出し、8月9日に再度首位に立った阪神は8月25日に貯金を今シーズン最大の8として2位巨人と3ゲーム差離しました。その後は3チームが日替わりで首位に躍り出る一進一退が続き、残り11試合となった9月21日1ゲーム差で追いかける首位ヤクルトとの最後の直接対決、勝てば首位浮上となる重要な試合で2対5と痛恨の敗戦。さらに続く巨人との2連戦でもまさかの2連敗を喫してしまい、優勝争いから脱落してシーズン終了となりました。連続してシーズン終盤での失速劇、この責任を取り和田監督はこの年限りでの辞任を表明、金本新監督に引き継がれました。以降阪神は本格的な世代交代に入り、一時期チーム力が低下、17年20年は2位に入りましたが、17年は広島、20年は巨人が独走していたため優勝争いができませんでした。このように阪神は2005年以降から現在まで何回か優勝争いに食い込んでいますが、いずれも終盤に失速して優勝を逃しています。というわけで今回の動画は以上となります。阪神ファンはポジティブなファンが多いですが、ネガティブなファンも一定数います。私の知り合いのおっさんもどうせ優勝できへんわとか言うてます。でもその卑屈な思考を作り出した背景には、これまで期待させといて地獄に突き落とされた失速の積み重ねによる自己防衛が働いているのかもしれません。ぜひ今年はそんな負の連鎖を断ち切ってもらって、16年ぶりの優勝が見たいですね。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので、概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。